พูดถึงความพร้อมของทีมและก็ความหวังครับあの試合のご準備とまあご準備についていろいろ聞かせていただきたいんですけども。サウディカップ、まずトヨタカップ明日の試合の話をする前に、昨年まあ震災受けた我々に対してタイの政府、そしてタイのサッカー協会、リーグの方々から多大な支援をいただきまして誠にありがとうございました。昨年本当に東北を元気にするために希望の光として、戦い抜いて、まずは日本の元気を示すためには我々がまず頑張ることだと。そして、まあ、4位という成績を収めることができて、でこのトヨタカップで、まあ、タイも洪水という被害があった中でお互い試練を乗り越えてたチームとチーム同士の戦いということで大きな意味のある試合になるなと思っています。アジアのサッカーというところに対しての注目の集まる試合に、ふさわしいパフォーマンスを見せたいなと思っています。タイプレミアリーグと今後競技面、運営面、ビジネス面とあらゆる場面で共に協力していくためにパートナーシップ協定を結びたいと思っております。